集団ストーカーやってるおっさんども悪いな。何ですか？集団でストーカーやってるおっさんども悪いな言うてね。はいはいはい。もう隠されへんのに必死にやっとんねん、アホど。ええ、ほんま。警察が悪いな、やっぱ大阪府警。もっと強くやるな。なあ。うん、いや、正直言うてね、ちょっと、まあ、なめられすぎますね。ねえ、職権乱用してむちゃくちゃやっとるでしょ、あいつら見下しとるし。うん、だから中国みたいにね、うん、強烈にやったらいいんですよ。まあまあ、それがええとは言いませんけどね。うん、あの中国なんて、ちょっと言い始めたらボコボコにしますや。うん、あれはすごいと思うね。中国も大して分からんからね、どこまでか。まあまあまあ、もう信用できんのはもう自分の目で見たもんしか信用できへんわ、今。そうですね。あんなメディアの言うとることなんか何も信用できない。ああ、中途半端ですよ。うん。だからね、記者もね、自分の目でちゃんと取材して出すもんやけど、うん、人の話聞いて、うん、それ出すでしょ。そうそうそう。だから仲介して一緒ですわ。そう、結局メディアの支配しとる金持ちどもが都合のええルールばっか出しとんねん。だからみんな笑っとるよね、マスクでコントロールして。わ、みんなマスクしとるわ、アホどもいる。ほんま悪いな、世の中。こうやって洗脳してもうたもん勝ちなんやろな。まあそうでしょうね。まあでもそれで支持得てるか言ったら支持得てないでしょ。ちょっとサボりは何丁目の方に、はい、何を筋まで向かう手前を左に曲がってほしいんです。わ、はい、かりました。うん、はい。だから僕らはメディアの時だって、こういったらしょうもないね、あのアナウンサーでもね、あのこの前もフジテレビ、あのフジテレビの女子アナがね、うん、あのカーリングの娘の、あの無傷の何連勝でね、うん、無傷の三連何連勝で、お前自由よ、うん、あのネットで上がってました。まあでもあの桜井なんか、桜井翔やったっけな、あの嵐の、はいはいはい、あれなんか戦争で戦った人の、はい、なんか意見を聞くインタビューあって100歳ぐらいの、はいはい、それでアメリカ兵を殺して何とも思わなかったんですか言うて。いや、その感覚がね、頭おかしいでしょ、うん、言うてること。アメリカも日本を殺されてるわけ。うん、だから僕ね、思うんですよ、ああいうね、うん、なんていうかタレントがね、うん、ああいうのやったらあきません。まあ、みんなストーカーしとるからね、結局みんなストーカーして自分らあれ賢くなったんちゃうかなと思うけど、はいはい、結局中身がただの詐欺師やからボロが出るんですよ。だからアメリカが殺して殺さない、自分も殺されるわけですよ、うん、だからその意識が大事ですね、うん、じゃあ桜井翔があんた銃も、ね、打ち合いしたらどうするねって言われて、自分を守るために相手を殺すじゃないですか、うん、そういうことは分かってない。だからね、ああいうようにこう MC とかそういうインタビューさすの間違い。あれ親も悪いやろ、総務省かなんか牛耳って、そういう子供を使って。親もね、で結局権力独裁しとんのやろ。はいはい、しょうもないやつらやな。でもいや、だから、ね、聞き方ですわね。うん、あの大変な、ね、僕らはそういう戦後生まれで分かりませんが、うん、どんなお気持ちでしたかって言ったらね、やっぱね、男って基本悪いやつしかいてないですよ、基本。まあね、うん、やっぱ女性、子供、老人はやっぱりみんな犠牲者ですね、はいはい、悪い男の。そうですね、みんなそいつら守りませんからね。そうですね、善人も守らない、結局悪いやつがいじめたもん勝ちだ、まあ、私らも含めてね、うん、だから、悪気な気持ちはないことはない、うん、でも、やっぱりでもみんな分かってねえんや、うん、アホなやつら。でもね、やってること悪いことぐらいは、うん、どんなアホでも分かるん。いや、分かってないよ、今は。なんか、だから私らはこの年やから、ね、やっぱりもう今、学生でも悪いやつ多いもん、男は。だからね、あの爆笑問題の太田がね、うん、あの選挙後にね、あの二階のおっさんにご出産までとか言いましたやんか、うん、ね、あれは本来は私らの気持ちなんですわ、ね、じゃあ、あいつらも日本人ちゃうで言うてるけど、うん、でもね、まあそれはええか悪いか別にして、うん、あの僕らもそれはね、ご出産は言うのはちょっといかがなもんかなと思うけど、本来は私らの国民の気持ちですわ。まあ、どっちも大して変わらんとは思うけどな。でもね、メディアもね、そしてあの批判
口で使ってるわけですよ、MC で。まあ、僕ね、ネペンサ TV いうのやってるんですけど、はいはいはい、それが一番現実を捉えてますね。あ、なるほどね、はいはい。もう、すべては、この見たことが事実。そうだね。うん、なんぼ嘘を塗り重ねようが嘘つきもみんなこの動画に上がって、あ、こいつら嘘ついとんな、騙しとんないうのが世界中に発信されとるから、はいはい、だからこの集団嘘ですが、例えば、うん、こうね、やっぱりこう周りでね、今お気をつけを触るとおいでおいでと、うん、電話一本で、でも言っておれることもあるわけです、うん、でも言ってあるけど、それを信用するやったら自分の目で行く、自分の足で行くと、うん、で、あ、やっぱおらんかったなって自分やったらそれ納得するわけで、あるんですわ、電話くれたらいいけど、おったら結構おらへんかって知らんからね。だからそれで騙されるあなたは、騙されるのはおらんけど、やっぱり自分の目で見て自分で判断するのが一番いい、うん、うん、ええか悪いかね。まあ集団ストーカーやってる違いどもはもうみんなテロリストと一緒やからね、はい、まあね、やってること一緒でしょ、うん、あんな中国やったらもう即壊れちゃう、うん、みんなボコボコにされる。中国行こうかな。中国行ったら、ね、中国行ったら焦るやろな、今やってるやろ。焦るじゃん。めっちゃ中国が優しく、しかも報道の自由があったらもう西側諸国大恥やで、ね、中国はああいう状況やからね、うん、だから別に中国行ったことないねんけど、うん、これ行かれたらまずいから多分変な報道しとるんやろね、西が。多分ね、はいはい。おでも、いつもね、やっぱり中国はやっぱすごい国やと思いますわ。かなぁ、うん。でも中国人も悪いやつ多いからな。まあね。うん。どこまでが信用できるか、この目しか信用せん、はいはい。この目で見て、あ、いい人らやなと思えば、あ、待遇ええなと思ったらまともな国やし。はい、日本はこの待遇が現実ですからね、何十年も。これは消せない事実ですからね。10年以上動画撮り続けてるから、こいつらのやってることはただの気違い、詐欺、人権侵害、もう民主主義じゃないですね、やってること。学生とかまで悪いことしとるからな、ストーカーして、はい、あいつらほんま命惜しないんかな思ってたっけど、いじめや迫害に関わっとったらもうテロリスト扱いやから、そんな法とか守ってくれへんで。そうですね、うん、笑ってしまったら嫌な嫌な嫌な中です。まあしゃあない、悪いことしてんねんから、そいつら、あれやってること詐欺、いじめ、組織殺人、何でもやっとるから、はいはい、そりゃ報復されて当たり前やな、はいはい、どうせ悪い男なんか山ほどいてんねんから、ゴミ以下やし。はあ、私らも得意、うん、自分ではから否定はいたしません。まあまあ、それだけ言うやったらまだまともやわ、うん、それが言われへんからね、まあ、うん、悪意の気持ちは ないことはないからね、それならまだマシや。警察なんかそんな心すらあれへん。それだけ警察って悪いな、あいつら。うん、弱いもんいじめは必死にしよるけど、はいはい、その弱いもんが実はめちゃめちゃ怖い人やってあいつら分かっとらん、はいはい、中国行ってこれ言論の自由あって優しかった場合、もうみんな西側パニクるやろね、はいはい、中国様言うてこびてきよんのやろな、そんなと。それも見ものやけどな。まあでも日本の皇室も怒っとったからな、気違いとも、はいはい、おかしないあれ、皇室も権力なくして、はい、跡取りが娘一人とか、はいはい、あんなんどっか他国の嫌がらせ食らってるに決まったで、うん、まあじゃあ、まあね、女系天皇でもええと思うんですよ。いや、そんなん関係あれへん、向こうの方いっぱい作ったってへんねん、他に他国何言われようが、女系やろうが男性できるまで作りゃいいのに、うん、なんで一人やねんいう話やねん、それも他国の工作でしょ、うん、
だって江戸時代見てみやいっぱい跡取りいてるそうそうそう、うん、ねえあの側室あっちこっち、うん、まあまだそれそれでいろいろねそのあのまあ権力が、うん、まあ今も金持ちなんか要さ女抱え込んでやっとること一緒やん、はいはい、メディアもコントロールして、はい、やっとること一緒やん、うん、もっと独裁者がいっぱいおるだけの話だ。そうですね、うん、そいつらはっきり言って劣悪でしょ遺伝子も、はいはい、性格も歪んどるし、はい、公に何もできへんし、はい、そいつらがなんか賢い知識一切持ってへんやろ、はい、病気すら何も治されへんやろ、はい、新しい医学も何も持ってへんやろ、はい、盗もうしてるだけやろ、はい、底辺と一緒やん、この辺のクソガキと知識一緒やん、うん、底辺のアホどもの詐欺師が調子乗りすぎやねんな、うん、ピラミッド作った理由はそれやねんな、底辺が調子乗らんようにピラミッドが基本になっとん、うん、